どうも、侍翔です。なんでなんやろって思ってた話なんやけど、学校集会とかで校長先生がありがたい話をしてくれるじゃないですか。校長先生の割とちょっと長めの話のやつ、あれさ、なんで何一つ話覚えてないんやろ。覚えてる？みんな校長先生の話。小中高と今までだいぶ校長先生の話聞いてきたけど何一つ覚えてない。一応5回に1回ぐらい真剣に聞いてたのに。あとあんまこんなこと言っちゃあかんと思うけど、校長先生行事の時ぐらいしか生徒の前に顔出さへんから全然親近感わかんっていう校長先生のあるあるです。ということで今回やっていく企画は、冒頭の話長くなっちゃったから本編始まるまでいろいろ省略するわ。学生面白動画を僕とミオの第6弾です。本編見ていきます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。松葉杖マン、この後しっかりやられました。これ骨折して松葉杖ついてる子がこの後やられるってこと？やとしたらヤバ動画やん。この後しっかりやられてました。あれ、なんか怒ってる。あれ、もしかしてこれ松葉杖この子のそういうこと？松葉杖パクってたんかよお前。ほんでこの後やられるのこいつなんね。ざまあ、ね、してんの？お前も見るんかい。お前もめちゃくちゃ見とるやん。赤色だ。逮捕です。投稿者の説明欄ネタなので本当には見てないと思います。ああ思いますじゃあかんねん。全然保険になってないからそれ。見てないですって言い切らな。それちゃんと問題になるからね。あかんよ。なんかこの動画は骨折してる子が一発芸を披露する動画らしいです。はい。あー、来た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 。何するんや？松葉杖の子です。腕がこうなりました。あ、追い越せずの下や。なんなん、あれから腕どうなったんや？あ、これね、腕の関節どうなってんそれ。やばい。追い越せずしてから腕の可動域めっちゃ肝なってる。狩人競争体育祭、これは狩り物競争の一バージョンのやつやね。お題に書かれた人を探して見つけたらその人と一緒に走ってゴールするやつ。おお、男の子が誰か探してるで。誰呼ばれた？あ、女の子や。女の子呼ばれた。うわ最高。うわ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 、青春やな。めちゃくちゃ青春や。少女漫画かなこれ。これでこけてほしかった。お前心すさみすぎやろ。3年以上付き合って彼女に振られて15時間後。うわ、3年も付き合って彼女に振られたらそりゃこうなっちゃうよね。いやこれ泣いてるやろね。いやだって悲しいもん、そんな3年も付き合っててね。どういう感情なんそれ。全然わからん。なんでそんな裏から見た絵みたいな顔してんの。卒業近いから先生に抱きついて愛を伝えてみた。おー、シンプルに先生羨ましい。いやでもこれ先生も嬉しいやろな、生徒に愛されてて。お、後ろから抱きついた。お、意外と強い。意外とホールド力強いなこの子。振られた。振られちゃった。受け身100点。受け身完璧やったな。あかん。愛を伝えるはずが殺意伝えてもうた。明るさを上げただけなのに点点点。うわー、青春っぽいいね。みんなで写真撮るんかな。あ、でこれで明るさを調整してってことで。あー、明るくなりすぎ、明るくなりすぎ。新しいタイプの心霊現象やん。合宿がきつすぎて3階から脱出した伝説の男、ハッシュタグレジェンド。3階から脱出した。それは確かにレジェンドやわ。後日発見、5分で監督にバレました。バレんの早い。うわ、マジでちゃんと脱走っぽいことしてるやん。行くか。うー、痛い今の音。痛い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 。あ、仲間にバイバイしてね。逃走してた。あいつほんまに。まあ5分後にバレるんやけどね。この後どうなったか見てみたい。後日反省坊主にされました。うわ、ちゃんと坊主にされてるやん。触覚を生やして。触覚を生やしてってどういうこと。生えてたわ。